凸凹の工程も109ビルのトレーナーでカッコつけてるやつなの。今から出かけたら遅刻したって言われよう。言わなくたって目で叫んで、私が言うとつまんないって言われる。くじ引きで私の隣の席になるのは最悪だって。仲間外れはいけないから、みんな無理してグループに入れてくれる。じゃんけんで負けたやつらは入れてくれる。みんな驚くなよ。うちの母さんは東京大学出身なんだ。運が悪くて貧乏してるけど、本当はうちはすごいんだから。私は毎日 CD 聴いて練習してるから、もうすぐオーディションに受かって歌手になるんだ。みんなテレビで私に会えるよ。有名人は全部友達。嫌いだ嫌いだ嫌いだ。色の褪せたビニール傘、シミだらけのワンピース、穴の開いた靴下、カビ臭いクラスルーム。嫌いだ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 。
て流れていたよね。気持ちいいよね。生姜を刻んでうどんに入れて食べたって。やめると